Oi, Keska. Kushizashi ni shitatte kuenei.急がれやすくなってるみたいだね。急ごう。エルフヘルムへ。あそこなら安全だし、いいとこだぞ。花は咲き乱れ、鳥は歌い。エルフは踊る。青、うるわしの我が故郷よ。ああ。ガッツ、まさかまだ復讐の旅を？ この場なら、ふさわしいだろう。俺たち鷹の団が再び集う。には、その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。黒い剣士、よくぞ人の身で職を生き残った。嬉しいぞ小僧。 言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れる。何も変わりはしない。変わりはしない？あれだけのことをやって何も変わりはしないだと！お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。 あれは！ スプリガンって言って宝物の番人とかなんとか呼ばれてる妖精さ。スプリガンはいろんなところにいるよ。いろいろ探してみようよ。ガッツ、
今のうちに少し休んだら？何かあったらすぐ声かけるから。悪いがそうさせてもらう。頼んだぜ。ダジャ。なぜグリフィスを追わないの？行こうよ。あいつのところへ。この女が大切なの。グリフィスよりも。グリフィスの残した痛みを感じていたいから大切なんじゃないの？グリフィスへの憎しみを忘れないように、この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。こうすればもっと深く深くグリフィスとつながる。やめろ！お前は望んでいる。成仏してくれよ。何をしている？おや？あなたは確か黒い剣士と一緒にいた。貴様、黒い剣士はどこだ？ガッツの兄ちゃんか？知らねえよ。こっちだって探してんだ。探してる？剣を教わる約束をしてんだよ。貴様、隠すとためにならないぞ。知らねえっつってんだろ、偉そうによ。おめえらこそなんでガッツの兄ちゃんのこと追いかけてんだよ。お前には関係ない。行くぞ。うわ、ひでえな。成仏してくれよ。何をしている？おや？あなたは確か黒い剣士と一緒にいた。貴様、黒い剣士はどこだ？ガッツの兄ちゃんか？知らねえよ。こっちだって探してんだ。探してる？剣を教わる約束をしてんだよ。貴様、隠すとためにならないぞ。知らねえっつってんだろ、偉そうによ。おめえらこそなんでガッツの兄ちゃんのこと追いかけてんだよ。お前には関係ない。行くぞ。吹雪が止むまでとりあえずあそこへ。
お邪魔します。おい、あんた。おい。久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ？ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツ、ベビー。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はっ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え、来い。いいもんですね、こういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか、黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。あの男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼ様、黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めている。まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血眼になって。さ
ああ、教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。で、お前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです。私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出しねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに戦慄してる。なんだあいつら。どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。お前が大将か。これでしまいにしな。ふう、なんとかなるもんですね。ファルネーゼ様が旅をお続けになられる以上、私も従者としてあなたとうまくやっていこうと思います。ですが、もしもファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時は。やっとファルネーちゃんがさらわれた。おらおら待ちやがれ。うら。トロールは必ず群れをなすのです。あなたたちもこちらへ。急いでこの辺りから立ち去った方がいいです。失礼ですが、あなたの剣の腕では次は命を落としますよ。何？
この間抜け面の石像は。石像じゃないぞ、ゴーレムって言って魔女の召使いの泥人形だ。うわっ、そいつから離れろ。あん時の魔女ガキ。私はシール家、お嬢様がお会いになられるそうです。どうぞこちらへ。私はイバレラ、この子のお目付け役よ。ようこそ、レイジュの館へ。私が当館の主、フローラと申します。声をかけてあげればよろしいのに。ほんと、たくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。古き友よ、私が手を下さずともあの者もまた因果律に導かれし一員しなのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたもん。出会いという運命を。皆さん、これを指に結んでください。電話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは、はあ、私の指示に従っていただきたいのです。はあ、私の元へ。さあ、中へ、急いで。こっちです、急いでください。これから魔術で防壁を張ります。しばらく時を稼いでください。ここへ呼ばん。この陣にて我らを保護し、温め守り、防御したる火を灯し次第、幸いなれ東の王。その御霊は山より立ち上るそよ風にして、黄金色の衣は輝ける太陽のごとし、幸いなれ西の王。
その皆は波の下にて戯るる水の精音を震わった。幸いなれ南の王、永遠の日より輝かしき汝の威厳。幸いなれ北の王、なんとなれば大地のすべての生き物、汝の支配を意図喜びたるがゆえ、ありとあらゆる災い我らに近づかさるべし。我いずこにおれど聖なる死王に守護されたればなり。了解だ、司令官。ウマガエルの方は私が。スキリジラ、行くぞ。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。だんだんと薄気味悪い景色になってるよ。ここは閣僚の闇の領域、クリフォトです。暗く淀んだ心が群れ集う。
お前がグリフィスに手を出さないって言うんならこのまま行かせてやりたいところだが。受動。お前にはあるはずだ。全てを投げ出してもグリフィスと戦いたいって思いが。捨てられるのか、グリフィスを。進む必要はない。お前は間に合わなかったんだ。バカだ、幻だ。ガッツ、いいんだ。こっち側に。そうしたら認めてやるよ。お前も仲間だってな。グリフィスの夢を果たすために私を捧げたのだとしても構わない。私は誇りに思うわ。下がっておいで、メリーエン。あの館からずっとつけてきたな、てめえか。この妙な茶番も。よく気がついたね。そうさ、僕は人の思いを形にできる。あなたが見ていたものはあなたの心の奥底に潜む悪夢。もっとも、はたからは影のようにしか見えないのだけれど、見物だったよ。まどろっこしい真似しやがって。逃がしはしないよ、僕の館を。僕の世界をかき消したあなたを。館、そうか。あの影たちは。子供の襲撃で焼け落ちた。幼い僕と妹だけが生き延びた。そして廃墟の中、これを見つけたんだ。諦めないぞ。僕は必ず
どうした？ファルネーゼさんの音が突然乱れて、とにかく急ぎましょう。俺が足止めする。無茶です。任せろ。キャスカを頼む。はい。石泥、お前がしんがりだ。女たちを守れ。待ったよ、てめえこそくたばんじゃねえぞ。さて、追っ始めるか。もう幻だってネタ割れてんだぜ。僕の夢は見ている本人には現実と変わらないよ。夢の中で死んでしまえば現実でも命を失うんだ。それにあなたが見ているものはあなたの心が生み出したもの。人は自分の内に潜む闇、そうたやすく打ち勝てやしない。これからもせいぜい剣一本を抱えてのた落ち回るがいいぜ。戦の後お前と交わした酒、うまかった。どんな時でも生き抜くために剣を振る。それがお前だったな。お前はやはり一人戦いの道を行くんだな。選ばれし者、この時この地にあるように大いなる御手により定められし者。ここに集まった全ての人たちはベヘリットによってあるべき姿を得たのだよ。
そしてお前が手にしているのはただのベヘリットではない。我らゴッドハンドに転生できる者のみが手にする真紅のベヘリット。そしてあなたたちは彼が魔王になるための大切な生け俺たちの命の引き換えに。それをするのは彼の意志。これより高魔の儀を執り行う。千の仲間の屍の上を、千の仲間が築くし万の敵の屍の上を、そのどちらでもない屍の上をお前は踏みしだいてきた。ただ一つの思いがゆえに。その思いを思い果てるなら、一言心の中で唱え、捧げると。捧げる。約束の時、来たれり。思い出したぜ、最初の気持ちをよ。どうやらお前は空想にふけるだけじゃなく、現実もねじ曲げちまってるようだな。ベヘリットで呼び出した化け物どもは、力と引き換えにあるものを要求する。生贄。自分にとってかけがえのないもの。嘘だ、そんな。俺にはお前にすがりついているものは影にしか見えない。嘘だ
メリエン、僕たちの家に。闇にまみれた薄汚い命。その通り。命は飾るもんじゃねえのさ、坊や。こんなとこでグズグズしてるとまたトロールどもが押し寄せてくるぜ。やむを得ません。今から洞窟の入り口を塞ぐための術を執り行います。おい、ちょっと待てよ。中にはまだガッツの兄ちゃんが。分かっています。ですがあなたの言う通り時間がありません。ガッツさんには電話が届いているはず。術の発動までに戻ってくると信じましょう。久しぶりに形を成してみれば、トロールどもの腹綿だなんて最低の体だわ。私はいつもあなたを感じていたわ。あなたの慟哭を感じていた。さあ、もっと感じさせて。あなたの怒り、苦痛、すべて解き放った。私が欲しかった、その像、雲、そして恐怖。さあ、抗ってみせて。無理かしら、人間のあなたに。なんだ、あなたも捧げてみる、彼の。男と女の姫ごとに水を差すのではなくて、それともあなたもご一緒さ。召喚されしは貴様のみか。召喚？私は自ら赴いたの。ならばもはや語るまい。殿方はせっかちなのか。Thank you.
ちまってる。試し入りに頃合いやもしれん。仕事になったわね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。でもなればこそ、これからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう。来たわね。こうもあっさり結界を破られるなんて。せめて最後にもう一度、この目であなたのはにかむ笑顔が見たかったわ。カルネーゼとキャスカはここで待ってろ。なぜここに？この館の主とは、エニシ深きゆえ。エニシ。とは今見えとはな。ゾッド殿、この者の相手お任せいただきたい。よかろう。
黒い剣士、重き足を運んだ甲斐があったというものよ。このグルンベルド、鷹の団の一武人として一騎打ちを所望する。鷹の団だと、お師匠様からお渡しするものがあります。これはお師匠様が護符を施した危険で強力な呪物です。主のために光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。おい、今手足があさっての方に向いてなかったか？甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。以前の所有者は全身に鋼の歯を食い込ませ、すべての骨が砕け、すべての血が噴き出すまで戦い続けて絶命したと聞いています。お嬢様、なぜです？なぜあんなものを？私、どうすれば？あなたがやるのです。お嬢様、あなたが道を示すのです。力の乱流の中にいる剣士殿に。わかりました、やってみます。
の語符がガッツさんの自我が崩れるのを防いでいたんだ。いけない、流れに委ねては。思い出して、あなたが旅する理由、今戦っている理由を。あなたの名はガッツ、楽園の天使ガッツ、楽園の娘キャスカを守るため。キャスカ、よくやりましたね、シールケ。お行きなさい。そんな、やだ、私。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。己の行く道を探しなさい、マナ弟子よ。命はその姿を変えるだけ。あなたの夢の中で、また会えるわ。お嬢様、あなたの巣立ちに祝福を。さよなら。さよなら。私の日だまり。ここまで来れば大丈夫だろう。ガッツさん、ガッツさん、ガッツさん、ふざけんなよ。起きろ、キャスカを連れて行くんだろ。いつの間にか賑やかになっちまったな。ガッツ、ガッツ、しっかりしろ。私、ガッツさんの声が聞こえました。本当ですか？なんて言ったんだ。うるせえから眠れないって。信じられない。大丈夫そうですね、これは。キャスカさん、キャスカ？はあ、ケッ、俺は最初から心配なんかしてねえけどな。うい、やすよのう。るっせ。お、受けた。少しはお堅い頭もほぐれてきたか。別に私は。そうよ、受けてるんじゃないわよ。笑いもんになってるのよ、あんたたちは。なに？やめてください、喧嘩は。よっしゃ。
行くぞ、我がふるさとエルフヘルム。出せ爆弾出陣。もっと出せ。ですから爆弾は真摯な爆弾。